さあ京都競馬場は春の盾へ夢をつなぐ面々です。出走馬9頭スタート地点石巻さん、はい、これパワーシンザンが最初にスタート地点に戻ってきましたよね、はい、もしかするとちょっとアクシデントかもしれませんね。除外とか言ってますね、はい、今熊沢騎士降りましたね。左前足を負傷したため発走より除外いたします、はい、お気の通りですね、はいはい、発走除外になりましたね。ちょっと左の前足、うん、ちょっとだけですけどね、はい、出血しているんでこれ大事を取ってやっぱり出走取り消しになりましたね。あ、そうですか、はい、左の前足ですか。そうですね、馬はもうすんなり歩いて変わりましたんで、うん、あ、そうですか、まあ、大したことはないと思うんですけど、まあ、大事を取ってということだと思います。なるほど、ね、その他の馬、はい、影響はないと思いますね、はい、落ち着いてます、はいはい、7番のパワーシンザンが今ご紹介しましたように発走除外になりました。従いまして89回京都記念は8等によって行われます。大坪さん、このところ事故続きでしたからね、はいはい、こういう処置もいいかも分かりませんね。そうですね、はい、特に冬、今の時期は馬もちょっと硬いところありますから ね、はい、故障するよりは早めにまあ取り消して、はい、また次走へってことですね、うん、そうですね、ということで、8等によって行われます京都記念でありますが、大坪さんは6番のテイエムジャンボ本命、それから4番のダースパートナー対抗、5番のスギノープルボンに黒三角、成田キングを白三角、バリスナポレオンバッテンと入ってますが、はい、まあ、一昨年から別邸戦になりましたね、はい、ということは本当の力の勝負ということですから、うんうん、そうなりますとやはり、逆にファンドリーリビリアあたりの57というのは他の馬に比べますとね、馬悪いんですよ、はいはい、ですから、まあ、テイエムジャンボは57キロ、うん、金牌を勝った後も非常に反応でいい調子を見せましたし、はいはい、新ブラウン兄を超える存在になる目下、うん、上昇馬ですよね。そうですね、ダンスパートナーがやはり前走よりは体が良くなりました、はいはいはい、ですからこれが、まあ、やはり男馬相手にここでね勝つようですと本当に、うん、なおさら将来性といいますかね、はい、ちょっと待ってくださいよ石巻さん、ゲートイン順調ですね。あとファンドリーが入って体制完了になりますね。大坪さん、ダンスパートナーを強調してましたけどね、はい、はい、それからあと、うん、注目されるのは成田キングオーがどの辺の競馬できるかですよ ね、この成田キングオーがプラス16キロなんですが、ダンスパートナーのスタートはちょっとタイミングが合わなかったようであります。外から大方の予想通り、これは9番のファンドリーリブリアと村本騎手、内から1番の成田キングオー、それから2番のパリスナポレオン8頭、7番のパワーシンザンが出走を取り消して8頭がバラバラになって第1コーナーに向かいます。 2200m の外回り89回の京都記念、テイエムジャンボはご覧のように4番手、6番のテイエムジャンボは4番手につけました。その後ろに4番のダンスパートナーです。8頭がバラバラになってこれから第2コーナーに向かいます。もう一度先頭から整理しておきましょう。先頭は9番のファンドリリブリアであります。村本騎手スローペースに落とそうというところ、それから1番の成田キングを藤田真理騎手16キロ太め、それから2番のパリスナポレオン3連勝がかかっている。さあペリエ騎手であります。そしてその後ろ6番のテイエムジャンボ川地騎手圧倒的な人気、それから8番のインターユニークは松永美希夫騎手プラス20キロ、それから5番のスギノブルボンは前走に比べてちょっと後ろに位置しました、松永正弘騎手、それから4番のダンスパートナー、今日はプラス8キロで体重が戻りました、武豊騎手、そしてその後ろから3番のアニノリファーズ。こんな展開で8頭がようやく固まってまいりました。第3コーナーの坂の上であります。さあ6番のテイエムジャンボがいつスパートするのか、依然として9番のファンドリリブリアでありますが、1番の成田キングオー、成田キングオーが差を詰めてまいりました。バリスナポレオンが内々を通って3番手、テイエムジャンボ、杉野ブルボン、8番のインターユニーク、4番のダンスパートナー、竹騎士の手が動いて青い帽子外へ行った。4番のダンスパートナーは現在7番手といったところでありますが、しかしこの7頭はほとんど一段です。ファンドリリブリア先頭、外からシャドーロール、成田キングオー、バリスナポレオン、そしてテイエムジャンボ一気に来た。テイエムジャンボ一気に上がってまいりました。ロボの真ん中を通ってテイエムジャンボ先頭か、成田キングオーか、成田キングオーとテイエムが抜けた。テイエムジャンボ先頭、ダンスパートナー来たぞ。ダンスパートナーが2番手に上がってきた。スギノブルボンも一緒に来る。しかしダンスパートナー完全に2番手に上がった。テイエムジャンボ圧勝。これはテイエムジャンボ圧勝のケースだ。テイエムジャンボドッカーチ圧勝、2着にダンスパートナーです。そしてスギノブルボンが内を救いましたが、ダンスパートナーはかろうじて2着を守ったんではないでしょうか。6番のテイエムジャンボ、6番のテイエムジャンボ圧勝、勝ち時計2分14秒、ご覧いただきましたように4歳ステークス、それから京都記念の模様をお伝えしたんですが、はい、後ほど正確に分かりましたから配当などをお伝えしたいと思います。ちょっと CM です。